どうもヒューガバーカクテル探偵団でございます。今日はお酒の話とかカクテルの話ではなくて、こちらです、オリーブの話をしていきたいなと思います。今日お話しする内容で参考にさせていただいたのはこちら、オリーブの歴史、ファブリッツァ・ランツァさんという、イタリアの食の専門家が書いた本です。この本にはオリーブの歴史や宗教とのつながり、栽培の方法なども書かれてるんですが、さすが食の研究家が書いたというだけあって、最後の方にはですね、オリーブを使った料理のレシピ集だったり、あとは地中海式ダイエットについて、語ってくれたりしてます。はい、興味ある方は概要欄に一応リンク貼っとくので、そちらで見てみてください。はい、それではお話の方を進めていきたいと思うんですが、オリーブというとマティーニには必ず入ってますよね。これなんでオリーブが入ってるのかというと、ドライマティーニが流行り始めた1900年代初頭に、まあ、ドライマティーニと普通のマティーニを見分けるためにドライマティーニの方にオリーブを刺したんだよなんていう説もあるんですが、それにしてもなぜオリーブなんだろうという疑問も湧いてくるわけです。1890年代ぐらいまでのマティーニのレシピにはオリーブではなくてチェリーを飾ってたりしたんですね。そして1920年代とか30年代イギリスで出版されたカクテルブックにはオリーブは入っていません。そのレシピにはオリーブは書いてないんですね。で、かたや1920年代30年代に出されたアメリカで出されたカクテルブックにはオリーブが入ってるんですね。これイギリスとアメリカでオリーブ入ってる入ってない、マティーニにオリーブ入ってる入ってないってあるわけで、これなんでだろうということなんですよね。まあ、これを今日お話ししながら、解説していきたいと思います。はい、それではまずオリーブの歴史からお話していきたいと思うんですが、まあ、オリーブの木、これとても歴史が古いです。野生種は紀元前1万年にはあったと言われています。そして栽培種でも紀元前4000年にはあった。まあ、今から6000年ぐらい前にはもうすでに栽培種のオリーブがあったと言われています。まあ、今から6000年前というと、人類が農耕を始めたのがちょうどこれぐらいの時期なので、まあ、人類の農耕の歴史とオリーブ栽培の歴史は、一緒ぐらいの歴史があるという、それぐらい古い植物です。で、オリーブの木はですね、大体十分に実が取れるようになるまで35年ぐらいかかると言われてます。で、ただですね、その後、オリーブの木は何世紀にもわたって生き続けると言われてます。樹齢3000年のオリーブの木もあるなんて言われているぐらい長生きをする木です。オリーブの木は干ばつにも強くて、切ってもそこからまた新しい芽が出てくるという、まあ、生命力が非常に強い木なんですね。ただオリーブの木、一つだけ苦手なものがあります。これは寒さです。まあ、この寒さにオリーブの木が弱いというのは、これ今日お話しする中での一つのポイントなので、これ覚えておいてもらうといいと思います。はい、まあ、そんな風に生命力が強い、まあ、切ってもすぐ復活するオリーブの木ですから、宗教や神話にも数々登場してます。まあ、有名なところで言うと、聖書ですね。あの有名なノアの箱舟。大洪水があって、大洪水が終わった後に、ノアが鳩を放ったところ、その鳩がくちばしにオリーブの枝を加えて戻ってきた。それによってノアは、あ、地上から水は完全に引いたんだなと知ることができた、なんていうエピソードがあったり、あとはギリシャ神話でもですね、女神のアテナと海の神ポセイドンが、とある地域の宗主を争っていた。そうしたところ、まあ、オリンポスの神々は、そんなに争ってるんなら、そこに住んでる民にいい贈り物をした方に、そこの地域の宗主を任せるよという話になって、そこで、ポセイドンは、そこの民たちに白馬と矛を送って、その矛で、泉を掘って、塩水の泉を湧き出させた。一方、女神アテナの方は小高い丘にオリーブの木を与えたと。そうしたところ、オリンポスの神々は、いい贈り物をしたねと言って、アテナの方にそこの地域の宗主を任せた、なんていう話もあったりします。ただ、オリーブの木、当初は食用としては使われてませんでした。体に塗る香油だったりとか、あとはエジプトでは死体の防腐処理用のオイルだったりとか、あとはランプの燃料ですね。火を灯すためのその燃料としてオリーブオイルはメインとして使われてたようです。そのオリーブがローマ帝国が出現することによって食用へと変わっていきます。ローマ帝国ではですね、紀元前1世紀頃、一月に消費するオリーブオイルの量が2リッターという報告が残っているので、その当時のローマ帝国の人々にはオリーブオイルはなくてはならない。
生活必需品だったと言えると思いますね。ただそのローマ帝国が崩壊することによってオリーブ栽培というのは衰退していきます。これにはですね、いくつかの原因があるんですが、その当時ちょうど地球規模の寒冷化が起こってしまって、先ほども言ったように寒さに弱いオリーブの木は枯れていってしまったということが一つと、あと地球全体が寒くなっていきますから、北に住んでいた民族が南へと侵攻してくるんですね。それによって南に住んでいた人々はその侵略を逃れるために逃げていくわけです。そうすると今まで育てていたオリーブ畑は放置されることになって、オリーブ栽培というのは衰退していったと言われています。しかもこの北の民族の人たちは北の食文化を南へと持ち込みます。この北の食文化は何かというと、例えばビールとか、あとお肉を食べる文化、そして牛乳、ラード、こういう食文化を北から南へと持ってくるわけですね。これによって使われる油がオリーブオイルからラードやバターへと切り替わっていきます。これは西暦1000年ぐらいまでこういう文化が続いたと言われてますね。西暦1000年の報告書では、当時オリーブの木はほとんど見かけなかったよと、シチリア島の南の島で一度見かけたことがあるぐらいだなという報告書も残ってるぐらいです。ただこの西暦1000年を境に、まあ西暦1000年というと日本でいうと紫式部とか、清少納言とかが活躍したそんな時代ですけど、この西暦1000年を境にオリーブ栽培というのは徐々に復活の兆しを見せていきます。というのが、この北の民の食文化に対抗するために、当時キリスト教の修道院や教会がオリーブオイルを推奨していくんですね。もともと私たちの文化はオリーブオイルの文化でしょということで、オリーブオイルを推奨することによって、徐々に徐々にオリーブ栽培がまた盛んになっていくわけですね。ただオリーブ栽培にはまたまた不運が訪れます。1700年頃のヨーロッパをまたまた大寒波が襲うわけですね。この1700年頃っていうと、ちょうどイングランドとスコットランドが統合されてグレートブリテンになった、そんな時代ですけど、そんな時代のヨーロッパに大寒波が訪れるわけですね。これでギリシャだったりとか、イタリア、フランス、スペインなどのヨーロッパのオリーブの木たちは枯れていってしまうわけですね。一部イタリアのトスカーナではなんとかオリーブの木を維持していたらしいんですが、ただ他のオリーブの木がなくなってますから、このトスカーナ産のオリーブオイルというのは非常に高級品になっていって、オリーブオイルを食せるのは一部の上流階級だけというふうになっていったようですね。そこからオリーブ栽培はまた徐々に復活していくんですが、18世紀とか19世紀のイギリスでは、当時イタリアからオリーブオイルを輸入してたようなんですが、そのオリーブオイルは食用としては使われてなかったようです。当時のイギリスでは工場用の機械の潤滑油としてそのオリーブオイルをイタリアから輸入してたようなんですね。当時のイギリスではですね、オリーブオイルのように茶色いなんていう比喩があるぐらいで、オリーブオイルっていうのは茶色いもの、要はあまり質のいいオリーブオイルがイギリスには入ってなかったってことなんですよね。1970年代ぐらいまでイギリスではほとんどオリーブは食用として使われてなかったというふうに言われてます。1970年代ぐらいまでイギリスでオリーブオイルを見かけると言ったら、便秘用として売られている薬局ぐらいだったよなんていうふうにも言われてます。それで最初のマティーニの話に戻るわけですが、1900年代初頭に出されたイギリスのカクテルブックにはマティーニの中にオリーブが入ってない。それは当時イギリスでオリーブは食用としてほとんど使われてなかったから、イギリスでは質のいいオリーブが入らなかったから、オリーブがマティーニには入ってないということですね。はい、はい、それではオリーブの歴史もう少し進めたいと思うんですが、20世紀初頭になってくると、イタリアの農民たちがより良い土地を求めて、より良い生活を求めて、海外へとアメリカへと大移動をしていきます。それによってイタリアにあったオリーブ畑というのは放置されるようになっていくわけですね。これによってヨーロッパ、イタリアのオリーブ栽培というのはまた衰退をしていくわけです。しかも1920年頃にはですね、たびたびの寒波がまたヨーロッパを襲っていたと、オリーブオイルがそれで枯れていってたというふうにも言われてます。はい、ではでは一方、そのイタリアの農民たちが渡ったアメリカではどうなっていってたのかということなんですが、アメリカにオリーブオイルの木が渡ったのは1520年ぐらいだと言われてます。西インド諸島のエスパニョーラ島とかキューバに持ち込まれたオリーブの木が最初だと言われてるんですが、アメリカでオリーブ栽培が盛んになってくるのは1700年代18世紀後半ぐらいです。産地の中心はカリフォルニアだったようです。
で、この時の、まあ、オリーブ栽培が盛んになっていったきっかけも、キリスト教の修道士たちのおかげだったと言われています。まあ、キリスト教の教えとともに、このオリーブ栽培が推奨されていて、アメリカでもカリフォルニアを中心にオリーブ栽培が盛んになっていったということらしいです。まあ、当初はアメリカでも、このオリーブというのは食用としてはあまり好まれていなかったようなんですが、1850年から1900年ぐらいの間に、カリフォルニアで品質改良が行われて、アメリカ人の口に合うようなオリーブの塩漬けの瓶詰めなどが発売されて、アメリカの食卓にオリーブというものが、一般的になっていくわけです。まあ、この1800年代後半の品質改良には、フリーダ・エーマンというこれドイツ人の女性なんですけど、この方の功績が大きいと言われてます。まあ、このフリーダ・エーマンという女性はドイツ人の女性なんですが、まあ、夫を亡くした後、息子と一緒に住んでたんですけど、で、その息子がやっていたベンチャー事業に投資をするんですが、それが失敗に終わってしまって、すべてのお金を失ってしまうんですね。このフリーダ・エーマンにその時残されたのは、自宅にあった20エーカーのオリーブ畑だけだったと言われてます。で、そのオリーブ畑から採れたオリーブを、アメリカ人の口に合うような味の塩漬けにして、で、それを当時オリーブっていうのはこう木の大樽で売られてたんですけど、それを小分けの容器に詰めて売ることによって、フリーダ・エーマンの作るオリーブは大人気になっていって、アメリカの食文化が変わっていったと言われてます。まあ、このフリーダ・エーマンの作るオリーブはですね、1900年頃にはもうアメリカの一流ホテルでは普通に使われていたようです。これでまた先ほどのマティーニの話に戻るんですが、その当時、まあ、1900年代初頭に出されたアメリカのカクテルブックのマティーニにオリーブが入っているのは、このフリーダ・エーマンのおかげと言ってもいいと思いますね。はい、それが今日のお話でした。まあ、まとめるとですね、イギリスのマティーニに当時オリーブが入ってなかったのは、イギリスに質のいいオリーブがなかったから、オリーブを食用として使うという文化がなかったから。そしてアメリカのマティーニにオリーブが入ってるのは、このフリーダ・エーマンという女性がアメリカ人の口に合うようにオリーブの塩漬けを作って、それがアメリカの食卓に並ぶようになり、一般的になったので、アメリカのマティーニにはオリーブが入ってるということですね。まあ、あとそもそもマティーニには最初チェリーを飾ったりしてたのに、なぜそれがオリーブに変わっていったのかという話なんですが、まあ、オリーブの木というのは非常に生命力が強くて、まあ、宗教とか神話とかとも非常に結びつきが強く、復活や繁栄の象徴であったということがまず一つ。そしてカクテルというのは非常に流行に敏感な飲み物です。なので1900年代初頭に流行っていたマティーニに、当時流行り始めていたオリーブが使われるのも、まあ、自然の流れなのかなというふうな感じがします。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。皆様もバーでオリーブを見かけたとき、食べるときにはですね、あ、これは人類の農耕の歴史と一緒ぐらい古いものなのかと、聖書にも出てくる食べ物なのかというふうに、思って食べてもらうと、またオリーブの味も違うふうに感じるのかもしれませんね。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。